1980年代のストラミジョーリ教授ジュリアーナ。ストラミジョーリはイタリアの実業家、大学教授、日本研究者。1936年、ローマラサピエンツァ大学にて学位取得。指導教官はジュゼッペトッチ。交換留学生として京都大学に留学し、日本語と仏教美術について研究。2年後、イタリアに帰国し、 ナポリ大学にて教鞭を取るが、その一年後に国際文化振興会の奨学金を得て、再び日本に留学する。1936年から1940年の間、ジャーナリズムの分野で盛んに活動。その中には、ガッツイッタデル・ポポロ紙、および、ジョルナーレ・ディタリア紙に寄稿した朝鮮についてのルポルタージュや、北日本やアイヌ民族についてのルポルタージュなどがある。 第二次大戦中には在日本イタリア大使館及びイタリア文化会館に勤務した。戦後、東京外国語大学でイタリア語を教授した。また、彼女は1948年に文化活動としてイタルフィルムを設立し、イタリア映画の日本への輸入をはじめ、日本の映画ファンに無防備都市、自転車泥棒などネオレアリズムの作品を紹介した。さらに、 ベネツィア国際映画祭に黒沢明の映画、羅生門を紹介したのも彼女である。彼女はベネツィア国際映画祭からの依頼で日本映画の候補作の調査を担当しており、羅生門を選定した。しかし、制作元の大英は出品費用が負担できないと反対したため、ストラミジョーリは自費で英語の字幕を付け映画祭に送った結果、 ラ・ショモンは同映画祭で最高賞の金止賞を獲得した。海外映画祭への出品に懐疑的、消極的だった日本の映画制作会社は、この受賞をきっかけに積極的な出品を行うようになり、彼女の行為は日本映画が海外で高い評価を得る講師となった。1965年、イタリアに帰国。マルチェット・ムッチョリの後を継いで、 ローマラ・サピエンツァ大学にて日本語、日本文学の教授となり1985年まで、その職を務めた、ホスコ・マライーニと共に、イビ文化研究会の創立メンバーである。日本滞在中のストラミジョーリ、1937年、ありがとうございます。